第32回共同通信支配競輪、富山競輪場で16日からスタートいたします。G2 重要なこの賞金争いの、さなかというところで注目を集めます。今回は東京スポーツグループ、専属評論家として、活躍していただいております佐々木明彦さんに、来ていただきました。はい、よろしくお願いします。もう明彦さんではもう東証という形で、はい、本当にガッツあふれるファイトぶりで元気でありがとうございます。来られたんですけど、まあ、共同通信社会というと、はい、最初が単発レースだったということもあって、はい、そうですね、第1回がですね、あの伊藤豊樹さんが、まあ、優勝されたのはもうすごく覚えてます。あの滝沢の、まあ、インゲを切って滝沢に飛びついて刺したっていうね、はい、あの素晴らしいレースをされまして、それは覚えてますね。はい、伊藤さんのその凄さであったり、まあ、滝沢さんに飛びついて刺すというと、はい、もう本当に我々レベルだと教科書で学ぶような文章になりますけど、やっぱり面白い時代がすごく、そうですね、はい、もうしかし、32回です。2回目、はい、すごいですね。ただ僕が支部長をやってた時にですね、はい、まあ、5年前になりますね、うん、共同通信社会へ来てまして、3.11、そうですね、東北震災のですね、ことがありまして、うん、開催できるかどうかっていうことがあったんですけども、まあ無事、開催した時にこれだけのファンの皆様が来ていただいたっていう印象がすごくありましたね。全国で開催ができない中、はい、先ほどが勇気を出してこう開催に踏み切ったっていうようなところがあって、ね、はい、非常に景気が待っていて、はい、いい開催になったなというのがありますけど、はい、うん、まあ、その共同通信杯の特徴というか、はい、今あの自動番組制度、そうですね、僕これ好きですね。あの、うん、なぜかと言いますとですね、あの番組っていつも3部制にして、はい、なんか作られたような番組、それはもうあの番組の方が一生懸命作られていますけども、あのやっぱり自動になると誰と当たるか分からないということで、うん、やっぱりその、まあ、先輩同士、自立型同士が当たることもあるし、はい、ラインが長く、5社も6社もなるところもあるし、まあ、そこら辺で真のやっぱりチャンピオンが出るということで、うん、僕はこういう番組がいいかなと思ってますけど、力比べというところなんですね、はい、その中、本当イレギュラーな、これどうなるんだろうというのが、特に初日の4レースですね。新山に渡辺勝成ね、竹内優作がいて、山本も今売り出す山本もいるし、どうなるのかなっていうふうに思いますよね。はい、本当にやる選手は大変だというところを見てる方が非常に楽しみというので、はい、ですよね、うん、はい、特にやっぱり新山長兵衛ビッグレースデビューなので、そうですね、あの前回青森は欠場後であまり調子いいとは思えなかったんですけど、まあ、4日間自力で、まあ、走ってますし、まあ、3日経てばああいう新人はですね、はい、3日までがすごく復調しますんで、うん、はい、まあ、今回はその分まで暴れてくれるだろうと、はい、そうですね、すごく楽しみです、はい、そしてコンセさんですね、まあ、はい、予想バトルという形で、はい、まあ、レース絞って、はい、お互いの、はい、車検予想というところでやっていきたいと思います。はい、どうぞ、よろしくお願いします。はい、予想バトル、一条さんにちょっと10レースというところで、はい、ね、最初にまず並び確認しますと、3番、9番、はい、渡辺裕太に松谷秀幸、2番、4番、2番、7番、4番、木暮康義に武田豊樹、神山拓也、8、6、1、伊藤祐樹に西村光太、そして北野武史の中部勢、5番の古生優作が短期ということになりました。はい、まあ明彦さん、はい、まあ、軸としては、うん、そうですね、やっぱり武田っていうのはあのやっぱり前がいるとすごくやっぱり強いですよね、安定感というか、はい、あの一時のやっぱりこう自力がなくなってきてるのは、まあ、確かなんですけども、うん、やっぱ前があのいるとですね、あの武田さんのために引っ張りますっていう強いよ、うん、あのまあ、新人、まあ、木暮も前もった時にはそのようなレースをやりましたね。これまでも結構多いです、はい、やっぱり車検的にも、はい、そうですね、
ただ僕は古性がですね、青森記念見てまして、はい、2日目ぐらいからすごく良くなったのね。セッティングが合ってきたっていうことで、これはもう古性が短期ということで好きなレースができるということで、まあ武田と古性を折り返しでいきたいなというふうに思いますね。古性から、まあ、こういう形なら後輩と思うですよね。はい、そうです。はい、7番と5番の折り返しですね。あとはもう1番の北野はですね、はい、やっぱりこう地元っていうことでやっぱかなり発する、すると思いますよね。あとは2番の木暮れ、まあ、武田とのラインで、武田の後ろもある神山ということで1、2、4を3着ということで入れてましたけどね。はい、まあ、実際その後は穴目的な、はい、そうですね。松谷がですね、やっぱり渡辺もですね、できたら強いんで、はい、あと松谷が残そうとか考えすぎて横に走ると、うん、この穴目っていうのはなくなるんですけども、はい、縦に踏んでくれるとやっぱり松谷っていうのはもともと自力選手でもあるし、もうブロックしながらもう縦に踏みますよってなれば、かなり松谷 の、 松谷の穴目車検が出るんじゃないかなと、うん、頭から思うと思いますね。まあ、そういう時でも、まあ、ラインの渡辺、古性、そして、武田を入れておきたいですね。うん、はい、私はですね、もう、はい、渡辺優太も先行で頑張ったんですけど、はい、8番、6番、1番、伊藤先頭にして並んで、中部勢、古性と木暮れというのが、この、まあ、中段であったりをもつれさせた時に、はいはいはい、中部2段掛け、北野武さんも、これは、いいとこつきますね。伊藤勇樹頼む、西村航太頼む、もう俺は最後の地元のビッグだという思いを伝えて、まあ、三重の2人、伝わったんじゃないかな、まあ、この2人、宇都宮の F1 で二段掛けを決めていったりして、意外と息が最近ですね、中部勢が合宿をやって、深谷も少しずつ調子がね、良くなってきてますし、その合宿っていうのは富山でやったんですよね。はい、だからその成果が出たらいいし、ゴールで ね、すごい面白い車検じゃないですかね。で、まあ、まあ、北の方が指してしまう1661で、1661の24579と、まあ、中段であんまり気暮れが仕掛けられない、また仕掛けを待つ場合の1221なんかも抑えていこうかなというところ、もうこっちは多分どこに来てもいいはいとなる。そうですね。10レース日、はい、ご参考にしていただきたいと思います。はい、今大会リオ五輪から出てきた3人が、はいはい、出走と、はい、まあ、楽しみですね。はい、やっぱりね、スピード王、中川、渡辺勝成、脇本でね、その3人がやっぱり、日本の競輪に戻ってきたっていう感じがしますよね。まあ、実際、はい、G1 でも結果を残した中川、渡辺がまた戻ってきて、そうですね、しっかりやってますね。しっかり特別取ってますし、グランプリ権利を持ってますからね。はい、ワッキーもそうですね、エボレーション、はい、強かったですね。10秒2ですか、ね、10秒2、本当に信じられないぐらいのレベルでしたけど、ね、ですよね。だから脇本もそろそろ自分が取って、やっぱりグランプリ出たいっていう気持ちがすごく強いじゃないですかね。はい、それはやっぱりあるでしょうし、そうしたところを追っかけながらなんですけど、そうですね、脇彦さんの交渉のアプローチというか、はい、まあ、4月からいろんなところで出させていただいてますが、はい、今回はシリーズ通して、はい、僕の好きなゴルフのね、アプローチを、はい、そういうわけで、ね、はい、もうしっかりとですね、はい、まあ、自分の今までの経験を生かした、また僕の目から見たですね、今の経験の状況などをね、そのアプローチに書いてますんで、はい、ぜひ見てほしいですね。はい、紙面の方でもぜひチェックいただいて、はい、動画だったりまたネットの予想だったり、はい、一緒にまだこれからどんどん経験を盛り上げていきたいと思います。はい、ぜひまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。